はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はざっくばらんに話をさせていただきます。話のテーマっていうのは、我々セラーが例えばアパレル、ファッション関係の商品を出すのであれば、まず我々自身がそれなりにファッションに対して関心や好奇心を持って、かつ自分が体現できることっていうのはいろいろ体現してみる。まず自分でいろいろ試してみるっていうことが大切だよねっていう話なんですよね。で、今回はででん、これバンキッシュフィットネスというイギリスのファッションブランドの商品なんですけども、本当に気になっていて購入しました。で、このバンキッシュフィットネスの素晴らしいところっていうのは、フィットネスの中でも特に筋骨隆々としたマッチョの人が自分のボディラインっていうのをそれなりに目立たせるというか、アピールするような形状の服が多いんですね。オーバーサイズって呼ばれる、ただボソッと着る服も売ってるんですけれども、比較的この大胸筋のラインを見せるだとか、この上腕二頭筋三頭筋のラインをはっきり見せたいボディービルディングをやっているようなマッチョな人たち向けの服っていうのを出しているわけなんですよ。で、これは二つの良さがありまして、まず初めからマッチョな人はそれ着ればかっこよくなりますよね。あともう一つ、自分が将来マッチョになりたい人にとって、この服を着てかっこよくなれるような体型を目指すっていう未来系の自分を想像できるんですよ。またこのバンキッシュフィットネスの素晴らしいところ二つ目っていうのは、Facebook 広告をめちゃめちゃうまく活用してるんですよ。私が気になってクリックしてるから、今私の Facebook の広告ってほとんどバンキッシュフィットネスだらけなんですよ。もう実際に購入はしてるんですけれどもね、会員登録もしてるし。でもそれぐらい Facebook 広告にバンキッシュフィットネスボン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 って出ていて、で、バンキッシュフィットネスって例えば楽天とかでも売ってるんですよ。だから楽天でも同じ商品買うことはできるんですけど、単純に価格を見てみました。送料も込みで価格を見てみたら、直接イギリスのサイトから商品を購入して日本に送ってもらう方が、日本の楽天で買うよりも1000円2000円ぐらい1商品あたり安かったんですね。ではとりあえず開けてみましょう。ドゥンドゥンドゥン、はい、2つ手に入れました。両方とも一番小さな S サイズを購入しました。比較的このいい感じのカーキの色なんですけれども、比較的体にピタッとできるような服っていうのをちょっと買ってみました。早速着替えてみたいと思います。じゃん、着てみました。S サイズなんですけど、手はちょっと余りがあるぐらい、自分手普通の人よりも長いんですよね。身長よりも手の方が長いんで、結構ね腕が長いタイプなんですけど、それでもこのぐらいまで腕の長さがあります。で、着心地が最高に良い、ちょっとシルキーな感じすら感じます。で、これの素材っていうのは 95% コットン綿で、で、あと 5% がエラステンっていうのが入ってるんですけど、エラステンって日本人だと馴染みないですよ。馴染みある言葉で言うと、まあ、ポリウレタンの一種なんですけど、スパンデックスっていう言い方した方がわかるかもしれないです。まあ、エラステンっていう言い方をするんで、英語ではすることもあるんですけど、要するに伸び縮みする力があるような繊維なんですね。ポリウレタン系の繊維なんですけど、その 5% のエラステンが入っているので、こんなもうめちゃめちゃ伸び伸びなんですね。で、伸び伸びの素材はなぜいいのかっていうと、体に密着してその形がフンってここに出るからなんですよ。だから今の2倍マッチョになっても、まだその筋肉の形に合わせてこのエラステン、ポリウレタン、スパンデックスが入っているので、それで形っていうのがしっかりピタッとする感じなんですよね。ちゃんと運動してもこの中にポケットに入れてるもの、例えばスマホだとかが取れない、あの落ちないようにちゃんとここにジッパーがついている、ポケットがついているってことですね。あー、気持ちいいですね。モデルさんも含めて本当にね、コンセプトっていうのがしっかりしているブランドの商品を実際自分で行動として買ってみて身につけてみた。で、身につけてみて初めて分かったことたくさんありました。さっき申し上げたエラステン、要するにスパンデックス、ポリウレタン系の素材っていうのが 5% 入ってるだけでこんだけ伸縮性があるんだなってこと。ってことはフィットネスをやる人にとってやっぱり体の大きさっていうのはどんどん変わってきますから、やっぱりもっとコットンについてもいろんな品質の差があると思うから、そこに関しても、あ、今度杭州にね
行った時に記事街に行っていいコットンの素材とか探していきたいなとか、いろいろな具体的なイメージっていうのがどんどん出てくるわけですよね。自分でできるだけ行動してみることが大切っていうことなんです。だからもしというか皆さんが中国アメリカ今やられている自分の生徒さんも含めてなんですけど、ご自身の服一つとっても下着一つとっても、例えば全部奥さんに任せて自分で選ぶことが全くないだとか、本当に関心がなくって家族に買ってきてもらったものばっかり着てるっていう方は、そこからもう一歩先に進む必要があると思います。対物に対して興味を持ちましょうって話だったんですけど、その前提って結局対人なんですよね。対人に対して、周りの人に対してちゃんと、意識するっていうことが大切なんじゃないかなって思います。だから、突き詰めていくと、人の話が聞けないでずっと自分のことをくっちゃべる人とかいるじゃないですか。そういう人ってあんまセラー向いてないんじゃないかなと思います。逆に聞き上手の人だとか、周りからのインプットっていうのをすごい大切にしている人、周りの人の意見とかは、なるほどね、そういう意見もあるんだっていうふうにスポンジのように吸収したり、自分の意見と正反対のことを言われても、あ、そういう考え方もあるんだっていう受け止めたり受け入れることができるようなタイプの人っていうのは、ものすごくセラーに向いてるんじゃないのかなっていうふうに思います。最後までご清聴ありがとうございます。海外物販講師の黒澤あちしがお届けいたしました。もしも今回の動画ご参考になりましたら、高評価チャンネル登録していただければ幸甚でございます。では失礼いたします。